とうございます。 DL 群馬横川号横川行きです。これより横川までご案内いたします箇所は高崎 F 青木と関です。どうぞよろしくお願いします。ただいま機関車が力強く高崎駅を発車しました。 EF65 型電気機関車は国鉄時代一般型、P 型、S 型、PF 型と多くの性能を持った機関車です。 EF65501 号機は P 型として昭和40年に誕生し最高速度110キロで東海道本線や山陽本線を走るブルートレインを中心に活躍しました。500万台のトップナンバーであることから鉄道ファンからは英語で旅客を意味するパッセンジャーの頭文字 P を取って P トップと呼ばれています。なお F はプレートの頭文字で貨物を意味しています。ブルートレイン吸引機としての貫禄を持ち501号機の姿や音をお楽しみください。続きまして編成のご案内いたします。号車番号は客車の先頭が5号車一番後ろが1号車です。お手洗いは各車両にございます。各号車の一部座席は荷物置き場となっております。ベビーカーなど大きなお荷物などをお持ちでご利用になるお客様は車掌へお申し出ください。号車番号と座席番号を出した上切符に記載されておりますお席をご利用ください。次に停車駅と到着時刻をご案内いたします。次の案内は10時4分の到着です。10時25分、終点の横川には10時49分の到着です。車内販売は終点の横川までございます。どうぞご利用ください。お客様にお願いいたします。窓から手や顔を出しますと大変危険です。また窓枠にジュースなどを置かれますと列車の誘導で倒れる場合もありますので十分お気をつけください。それでは EU 横貫号の旅を楽しみください。